どっちも撮っていってもらった方がいいですね、正面。見えないですね。見えない。あ、だらきなんですよ、本当に。どうするって。なかなか珍しいかもしれない。ですよね。ここまで手入ってない、この大きさでね。うん、そうそうそう、もう枝がいっぱいあって、いやだから面白いかなと思って。おはようございます。おはようございます。寒いですね。寒いです。今日は社長がストーブを用意していただいて。今日は社長が。寒いから。ね。今日は、五葉松をやりたいと思います。これはですね、茨城県の吉祥盆栽店というところに行った時に、はい、即売で購入した木なんですね。前もよく言いましたけど、即売会で、買う時はですね、もう足元の一曲、ここでまずもうこれ決まりで、葉椒も見たら葉椒もこうよれてない、まっすぐな葉椒してるんで、これがいいなということで、もうこれはもう即決だったんですね。ただし、これはどう作ろうかっていうのが考えてない。前も言ったように、もうここで買ったらもう上は後で考えればいいという買い方なんで、でよくよく見たらですね、やっぱりこういらない枝がたくさんある、ほぼ手つかずですね、ほぼ手つかずですね、展示会で買った木をどう作るかっていうシリーズでやっていきたいと思います。まずですね、正面なんですけど、本当にね、枝つきが同じような感じで、前の正面にもこうあるし、この辺ですね、こっち側もそうなんですよね、この辺の枝があったりして、はい、枝があると思うんですよ、正面にも、はいはい、なんでどうしようかなと思って、下から覗いた時にちょっとこっち触れてませんかね、ちょっとだけ、ちょっとだけね、頭がこっち行ってるのかな、頭動画に、ね、映ってるかわかんないですけど、はいはいはい、幹の流れてる方が、そっちに傾いてますね、傾いてますね。でただこれぐらいの太さだったら、あの他がいいとこあれば、あの頭を持ってくることができるん で、はい、で他どうかなと思った時に、まあ幹は別にどちらも傷があるとか、うん、直線に見えるとかっていうのもないんで、幹は全く一緒と考えた時に、根がね、今ちょっと見るとこの辺が少しよく見えませんかね、根が。掃除してみますか。表面だけちょっと土を落として、どっちの面を表にするか。そうですね、そのためにちょっとね、根の様子を見ようかなと思って、ケーキなんかね、買う時もよくこんな風にやるんですよね、うんうんうん、粘りがね、どうなってるかなって。買う時やる、買う時やってダメかな、買ってからやってください。買う時やったら迷惑だな、箸持ってね。怒られる。結構なんかあれがいいですね、座がいいというか、座がいい。まあでもね、ちょっとこの辺がやっぱりいい足元が出てきてるんですよね、ここ。こちら今見えてる方が、うん、正面足元がいいかなっていう、ね、粘りがね、なんかね、ポコってなってそうな、うん、なんかっていうか、ここをね、粘りがこう出てるような感じはします、感じしますよね、はい。ということで、こちら側を正面にですね、作ってみたいなというふうに思います。まずは、いらない枝ですね、これが一番最初の作業になってくると思うんで、やっぱり不安だったら一気にパチパチってね、引かないで、確実いらない枝から順に抜いていくんでいいと思います。で、まずいらないのは、このちっちゃいこの辺の枝ですね、はい、こういうのとか、あとこれもちょっとあまりにも細いんで、あの懐から出てるって意味では、いい枝かもしれないんですけど、あまりにも細いんで、だいたい次の枝がこういう太さですか、これとかこの太さなんで、そうするとあまりにも細い。それともう一つは、もしかしたらですけど、こう曲がるかどうかわかんないんですけど、もうちょっとこう潰すかもしれないですね、上からグッと押さえて、そういった時にここが邪魔になってきますよね、はい、この辺のやつが。なんでこれを抜きます。これ抜くと少し見えてくるんじゃないかと思うんで、これ抜いてきますね。あとこれですね、はい、ちょっと少しなんとなく姿が少しね、だいぶこれで見えてきたと思いますね。ちょっと考えさせてくださいね。はい、はい、あとちょっとこの辺の、もうこれはちっちゃすぎちゃうんで、はい、これですね、はい、はい、ちょっと考えます、はい、はい、ちょっと考えます。この下から出てるこのちっちゃい枝ですね、はい、ここにいい枝があるんで、これは取っちゃいますね、はい、はい、まあ、かん抜きになってますよね、いろんなところ。そうそうそう、そうなんですよ、枝が多いんですよね、でこれをだんだんに抜いていくわけですね。ここに2つあると思うんですね、これとこれ。これはあまりにも正面に来すぎちゃってる。で、商品盆栽は比較的こういう前枝も残すよっていう作りするんですけど、まあそれにしても使ってこっちかなと。こっちならちょっと
この幹を見せながらもちょっとこっち側で残したりできるんで、これも真正面なんで、で近いからどっちか抜くって言ったらこっちを抜こうかなと、はい、いうことでできます。あとはこのヒゲみたいなちっこいやつですね。だいぶ見えてきたかな。頭が決まんないですね今ですね、はい、頭をどうしようかっていうのが、うん、まあ、最大の、まあ、ネックというか、はい、ここに太い枝があるんですね。これが一つ差し枝となり得ですね。ここの枝が差し枝、はい、そうするとこれが頭になって上取っちゃおうかなって、その上の枝、上のやつを、そこですね、はい、これがいいんですよね。ただここが今少し空いちゃってるのを、うん、もし潰せれば、今頭って言ったやつが低すぎちゃって、なるほど、これが頭になってくる可能性があるわけですよね、うん、なんで一旦先に潰してですね、どんな風な形になるか、はい、あっていうのをちょっとやってみたいと思います、はい、潰れるかどうかですね。ちょっと本当はここゴム当てたいんですけど、はい、とあまりにも込みすぎてて、うん、当てられないんで下だけですね、はい、これです。それは何でしょう。千葉の方からいただいた、うん、ええ、オリジナルオリジナルのステンレスで、ステンレス曲げ棒、棒ですね夜な夜な作っていただいたという夜な夜な作っていただいたやつ、はい、これでバキッていったりしてどこ曲げるかなんですね。本当はここを支点にここが力点になるわけですね。そうですね、なんですけど単にこう下ろすためのという棒になります全然分かんない本来曲げるところ、そうそう、支点がないんだけど、うん、ないけど、そこ曲げるときに動くからそれを利用しよう、はい、そう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 、そういうことですね。最近たくさん翻訳していただいてちょっと曲がったんで少しずつ絞っていきますね、はい、ちょっと負担かかっちゃってんだな。結局指で押した方が早かったし、潰れてんのかな、うん、潰れてる感じしないですね。そうですね。もう一つはね、針金がもったいないんですけど、ちょっと別のやり方しましょうか、はい、こう一回刺してですね、はいはい、要は何をやりたいかというと、ジャッキで、ごめんなさい、これ開けられました開けられましたジャッキでやりたいんだけども、ここに入んないようにですね、で、あまりにも短い距離なんで、でどうしようかって言った時に、かけるところを作ろうと、なるほど、いうことで、たまに見ますよね。そうですね、こういうやり方もあるよっていうことで、で、これでこういうふうに下刺しただけですか。刺しただけですね、これでも抜けないですから、今、高いと言われているこの銅線を贅沢に使って、惜しみなくここと、あと背中のここ、うん、こんな感じですね、はいはいはい、引っ掛けまして、あとはこれが下がっていくかどうか、なるほど、という様子を、なんかここら辺動いてますけど、はい、縮んでるってことでいいですかねあ、ごめん、下が外れた、やっぱり。ちょっと待って、もう一回、はい、セット完了。セット完了。これでこれが動いていくかどうかの感じを、動き始めてる感じが。で、動いたらこいつを縛ると。そうですね。ちょっと動いたような気がしました。ちょっと動いたような。あ、ちょっと動きましたね。はいはい。動きましたね。動いてる。動いてる動いてる。動いてるってことは、隙間が空いて縛れる。これ鉢の底に刺してるだけですもんね。そうですね。ここ角角を曲げてるんでね、鉢の底とか鉢の底の角とか、うん、そこの穴の角とここの角ですね。だから動かないってことですか。動かないってことですね。っていうか潰れてますかね、そもそも見えてないんですけど、私幹が。潰れてますよ。潰れてますか。はい見えてないんだけど、だいぶちょっとこの中指で感覚を、そうですね、抜けなくなっちゃった。抜けなくなった。あれって指抜けなくなった。指抜けなくなったとか。あとどっか傷ついてないかどうかですね。あ、でも大丈夫だな。ここ結構元の方だいぶ畳んではいるのかな。あ、動いてる動いてる。だいぶくっついた感じしますけど。あ、そうですかね。でも頭動いてますよね。うん、まあ、これが割れてくるかどうかですからね。ね、あとどっかで針金がズボッと抜けるっていうね。うん、少し外すと戻る可能性があるんで、
ジャッキをね、はい、はい、あ、くっつきましたね、だいぶね。そうですね。はいはいはい、あんまりだけど隙間が開かないんだよな。ちょっと一旦外してみますね、はい、あ、戻った戻った戻った、あ、戻った、やっぱり。あれ、だから閉める場所が違うんですかね。聞いてないんだな。曲がってはいましたもんね。ね、曲がってはいた。閉める場所が、そうですね、固定の場所が違うんだ、うん、っていうことはやっぱり、うん、そういうことか。やっぱり押さえるところに近いところで閉まらないといけないんで、うん、もう一回やり直しですねじゃあセッティングまでお待ちください。はい、お待ちください、はい、さあセッティングが終わったようです。終わりました。テイク3、テイク3固定の針金の位置を、もうちょっと短い距離に。そうですね、そうですね、短い距離ですね。したと、はい、したということですね。盆栽も人生もトライアンドエラーが、トライアンドエラーですね。そうですね、大事でございます。あ、行った、聞いてきたんですね今動きましたね動きましたね動きました動きました動きました動いてますね。そこはね、これの方がいいですかね。そうですね、動いて潰れてるかどうか。動いて潰れて、動いて潰れて、先は戻して戻った、はい、そうですね。そこがそうですね、そうですね、今度は緩んでるから大丈夫ですね、はい、動いてはいます。いきます、はい、はい、動いてますよね。うん、動いてます。距離が短すぎちゃって針金とこのジャッキっていうのは離さなきゃいけないんですけど、追っかっちゃってるんですけどね、距離がなさすぎて。そうですね、一旦戻してますね。こう戻るか、戻っちゃうな、戻るな。あ、全然戻る。うん、これやれば確実に動いておりますね。動いていますね。針金は緩んでますか。針金が、そうなんですよね、針金が浮いてくればね、確実に。あ、聞いた聞いた、聞きました。今度こそ、今度こそテイク4。あ、でもいいかもしれない、この辺で。さあ、4度目の正直となるか。あ、戻って、あ、ぐっと戻っちゃう、戻っちゃいますね。百戦錬磨の蛭間さんも、あれ、苦戦しております。苦戦しております。いろんなことをこう挑戦していく姿を、そうですね、皆さんにお見せしてお見せして完璧な人間なんだ、いないないんだと。そう、失敗の連続なんだ。そうです、人生。ただ今この動画が今何分か分かりませんが、何分ですか。この後選定して針金掛けもするとするということですね。ということで頭も決まってないっていうね最初の段階で最初の段階でですね、どのぐらいをお見せしてるかは分かりませんが、そうですね、ハプニングもあると。そうですね、どうしても暇のないことでやってるんだっていう言い訳をね、一生懸命考えてます。なんかこうなったらここで掛けられるような気がしてきた。なんかここでこれを使わずにとりあえずここで、はい、ここまでは絞れたんで、はい、今度は逆にこことここでいけないかっちゅう原点に戻り、ただね、差し込んで曲げることを、引っかかるんですけどね、上がいいところがなくて、うん、あ、でも曲がってるかな、動きましたね。避ける可能性あるんだよな。で変なとこに力入っちゃったら、そう枝と枝の間とかが裂けたりね、そうしそうな気もしますね。うん、押さえた方が早いなこれなねえ結局道具使わないで押さえた方がグッと曲がりましたね。曲がりましたね今ね。奥締めましょうか。あ、そうですね、いいですか。ここ押さえた方がいいのかな。あ、いや、あ、そうですね、ここですね、これ、そうですね、そこですね。こんぐらい、もっと、はい、もうちょっと、はい、いいですよ。あ、でも閉まった、ここまで閉まる、あ、閉まりましたね、なんだか。あ、でも、これが効いてんのか。あ、でも戻んない、戻んない。とりあえずここまで、はい、ここまで下がったんで、まあいろいろやりましたけどいろんなやり方があるという紹介になりましたね。そうですね、はい、いろんなやり方あります、いろんなやり方が、はい、あります、ある
はい、その金に応じて最終的には手で押したというそうですねこういう道具もこういう道具もいろいろありますけど結局手で押したっていうね、はい、ということですね、はいはい、こう頭の位置としてはこう角度としてはいいんですね、はい、非常に今ここを潰した関係でこれだとちょっと低くすぎるように見えてこの位置だといいんですけど、うんうん、いいんですけど、はい、ここの曲線からずっと一直線になっちゃうんですよ、うんうんうん、この曲がったところから、幹の流れから、うん、幹の流れからまっすぐになっちゃって本当は一回こっちへ返してこうにしたいというところなんですね。あ、ちょっと待って、そうするとね、あれあれ、ごめんなさい、少なすぎるな、ね、すごい参考になります自分で言って勉強になったこれを真にしようとするとずっとまっすぐだ、ね、これが見え、あ、これ邪魔な、はい、まあ、そうそうそう、これがまっすぐになっちゃうんですね。で、唯一これを一旦ここで切っちゃって そこで切る、ここで切っちゃってこっち一回行って戻ってこれを頭っていうのもあるかなと思ったんですね。ただしちょっと枝数がね足りないんですよ。まあ、はい、いずれもこれいらないんで一回切っちゃいましょうか。はい、はい、いきます、はいはい、言いたいことわかりましたね。一旦こっちまっすぐずっと来ててこっちに帰って、はいはい、こっちに戻ってこれが頭っていう可能性がないことはない。ただし枝がねちょっと足んないんですよね、はい、そこを頭にするには頭にするにはちょっと周りの、うん、それを保護する周りの枝がないんで、うん、やっぱりここで辺で頭作ってですね、でこれとこれを合わせて頭にする。あ、いやいや、うん、この辺は枝ですね。この辺はまあ普通の枝として、はい、ということでこの辺でこの辺が頭になってくると思うんですね、そうすると結構ボリュームあるんで、はい、よし、はい、ということでじゃあこれは取っちゃいますね、はいはい、これはもう別に陣とかいらないんで、うん、元から抜いちゃいます。カットパスタです。カットパスタです。あとねこれは頭で近いんですけどこれが良くないんで切っちゃいますね。よし、これでほぼほぼ決まりですね。一応頭を決め、まあ、差し枝は決まってて、ね、差し枝決まってる、頭をどれにするか決めたと、はい、決めたということですね。あとはここら辺がガランド今なってますよね、はい、それを最終的にこう埋めなきゃいけないんで、うん、ここら辺がまあ埋まってくる、これこういうのとかこういうので、はい、埋まってくるかって話ですね。あとは少し追い込んでですね、はい、小さく作るためには枝を少し抜いていきます、はい、では今もここら辺埋めてこうっていうふうにはちょっと長いんで、はい、ここら辺をちょっと一目ずつこういうふうに切っていって、長そうだな、長いやつをここにあるちっちゃいのがあるんで、これもそうですね、もう一回ぐらい追い込むかもしれないですけど、うんうん、とりあえずは一旦でもここは二股とか無視していい、うん、そうですそうです、もう小さく作るんで、これもあとはこれが頭なのにこれがちょっと長いんでもうちょっと追い込まないとダメですね、うん、もう下の枝をこういうの取っちゃうか、抜きだからいらない、これが長いんだよな、これ出がねあんまり良くないんですよね、ここの押しに対してちょっと太い、うん、ここまで切っちゃおう、じゃあこんなところで、だいぶ切りましたね、だいぶさっぱり、だいぶさっぱり、じゃあ針金ですね、はい、割と素材の状態からスタンダードな、まあそうですね、盆栽の作り方を、そうですね、そうですね、こういう素材買ってきて、まあ、もよぎっていうのは一般的ですからね、針金、はい、針金かけ、いよいよ針金かけでですね、後ろはちょっと2本うるさいんですけど、とりあえずボリュームがあった方がいいので、かけますね、この枝が一番太いんですよね、これがね。こっちは裏枝になる、これは裏枝で、こっちは正面ですね、はい、18番でこれとこれでもう一本これとこれって、うん、いうふうに書き渡しますね、はい、これはですねどちらかというとこっち側へこう ひねりたい、うん、こうひねりたいんですね、はいはい、そういうことなんで上から針金が入っていってこちら回転と、うん、反時計回りですねということですね。まあとりあえずいきます、はい、というか言ってます、はい、正直ごちゃごちゃしているんですよね、なんだかわかんないですよね、わかんないですよね、根掛け、根掛けの言い方は、はい、浅木先生の動画を最近上げたんで、あ、そうですね、こちらで見てください、はい、こんなのがあると便利です、そうですね、商品は、はい、商品はですね、
これはラジオペンチで Amazon で売ってます。ああそうですね、はい、今回タイトル 何しますか。盆栽はトライアンドエラー。トライアンドエラーこれでもプロの人の作業だったらカットですもんね、うん、まあ ねこんなね恥ずかしいあれだからね恥ずかしいとか思わないですけどむしろ参考になるじゃないですか。まあそうですね、こういう感じだとか、うん、やりながらね、そうこんだけのベテランの人もいろいろなんか何回もやり直したりってあるんだ、うんうん、本当ですね、趣味ですか。そう趣味ですか。趣味ですよ。アマチュアですか。どのくらい変化したかね。でも太く見えるかもしれないですね、こうつながって見えればね。動画では一瞬でしたが、どのくらい経ちましたかね。1時間ぐらい経ちましたね。経ったと思います。結構はい、あ、私の方ですね。そう、私の方です。すいません。キュウさん、自分の締め覚えしてるかと思った。すいません。動画の尺は足りてるということで、はい、私、一本、そうなんですよ。カゴミヤ流、はい、ひるまさんが今日やりたかったやつをやってしまいました。あんまり一生懸命やってる。私、動画撮ろうかと思った。キュウさんの。あんまり一生懸命やって。待ってる間に、ちょっと一つ作ってしまったんですけど、ね。そうですね。私のどうせ作業一緒だからってね。そうその作り方の動画はね、後日またアップされるんですけど。そうですね。こちらのあれがなんかでももうほぼ完了ですね。形はまだそこまで作ってない、うん、そう作ってないんですよ。だからお楽しみ取っといてくれて。そう本当はね、太い針金は少し曲げたりしながらかけなかったんですけど、はい、とりあえず一回全部かけちゃってからと思ったんで、はい、形はこれからですね。でもそれが一番本当はね、かけんのは誰でもできるんだけど、はい、これどうやって作っていくのっていうのが難しいと思うんで、ここはね、本当は曲げながらかけた方が緩まないってことですよね。そう大きいやつなんかはね、あ、そうなんです。さっきね、九先生が分かるように曲げて緩むんですよね。本当にだから太いところなんかはね、少しかけておくと こことか隙間できちゃってる。はい、はいって見てないけどはい、それでは針金は一応かけ終わりまして、はい、これからですね、寄せ師をしていくんですね。ポイントは、この差し枝がですね、はい、でこれがまっすぐこう伸びてるんですけど、やっぱり商品なんでできるだけコンパクトに、少し大きい木だとこう優しくこう作るんですけど、商品盆栽はやっぱりギュッとこう縮めたいんで、コンパクトにここら辺を畳み込んでいくっていうところが一つですね。であと今ここら辺のガランドに開いちゃってるところ、うんうん、ここら辺をうまくこういうもので埋めながら全体こうこんもり作って、であとは頭を仕上げてという、やり方をしたいと思います。でこれはですね、ここに手前に細い枝ありますよね、はい、これが差し枝になってくるんで少し前に振ってくると、でその上にこれが乗っかってくるような形で作るようになると思います。個人的にはこの枝の行方が気になりますね、はい、そうだからこれはね、やっぱり邪魔、で最初言ったように商品なんで、もともと2つあった方の片方抜いたんですけど、はい、それでもちょっとうるさいんですけど、でもこれは大きい盆栽だったらこう取っちゃうんですけど、ね、ここら辺につけておくと。なるほど、下手すと本当はね、正面ここら辺にあってもいいんですけど、うん、幹見せながら少しこっちの方に置いておくと、はい、いう格好で差し枝を少し、やっていきますね。お願いします。はい、ただまだまっすぐなんで、一旦ギュッとこう下に下ろしながら、内側に曲げていく、こんな感じですかね。でここから今度は外側に返す、はい、一つずつ先に進んでるんですよね。そうですね、曲げてる部分ね、一箇所ここ曲げて下ろしながら曲げて下ろしながら曲げて、今度はまたこちら側に返してという形で、ここら辺、まあ、畳み込んで、でこいつはこの内側へここら辺こう乗っかってくるわけですね、とりあえずもう何でもかんでも追い込んで、はい、この上にも差し枝と同じぐらいの枝あるじゃないですか。ああ、これもそうですね、これも枝にするしかないですね、もうね。ああ、うん、ってことは上のやつをちょっと内側に、そうですね、これなんかは一旦こっちに行って、でこれなんかもこれ重なってきますから、こっちが差し枝ですね。そうですね、一旦これが頭になってきますんで、はい、そうすると太い枝っていうのは一回隠すんで、こ
ち側へぐーっと持っていってこっち持っていってでここからまたこっち返すんですね。この正面の枝もまっすぐツンと出ちゃってるんで、うん、挟み込んでるわけですね。くねくねっと。こういう盆栽の作業って、未来予測的なとこが必要じゃないですか。ああ、そうですね。こうしてこうやってって立体構築していくじゃないですか。ああ、そうですね。はい。これはもう数見るしかないですよね。経験値がめちゃめちゃ重要な、かもしれないですね。作業っていうかね。そうですね。予測できなくていいですもんね。やっぱそうですよね。全部バラバラだし。はい。そうですね。枝もね、全然違うし。違いますか。面白いけど、やっぱこう、経験値がものを言う。ものを言う。そうですね。それはどこでもありますよね。ありますね。いや枝抜いちゃえばいいんですよね。この姿を見せたいっていうんであれば。そうですね。だけど、商品ってこういう作りだよって、多分普段ひるまさん作ってるのと違うねってなりますよね、きっとね。普段なんか抜きそうな枝を生かして、あえてそれをどうにかしてこう、そう、こんもり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 してるなっていうのは分かります。そうですよね。商品って振りが違うんだって伝えたい。あ、伝えたい。伝わってます。伝わってますかね。言葉ではね、よくね、商品とそうです、ね、あの大きいのは違うし、でミニとも違うんですよね。ミニは割とこう枝で見せるようなとこありますからね。ああ、それいい言葉ですね。中品は幹で見せるっていうね。中品は幹で、幹と棚で見せるっていう中品、大品。商品はやっぱり全体でこうこんもり見せる。ミニなんかこう細くて枝だけでツン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 ってなってても、ね、それはそれでいいわけですよね。な、小さいやつで作ってんだって。それぞれ作り方が違うんですね。それを網羅しようとしてる昼間さんってすごくないですか。まあいろんなことできるといいですよね。そうですね。知る喜びもあるし、そうですね、チャレンジする喜びもね。そうですね。盆栽この30年近くやってて、そうですね。また新しい発見も今チャレンジ最近もありますもんね。そうですね、ありますし、今日も失敗だらけでね。テイク4でしたっけ。テイク4。はい、じゃあマイカが出ました。マイカが出ました。マイカが出ました。一応針金掛け終わりましてですね、商品盆栽風に作ってみました。商品盆栽風の作りにやってみましたということですね。と一応正面はこんな感じです。はい。あのまあ大型盆栽っぽいですよね。あの商品盆栽という意味ながらも一応幹は見せた形で、さっき Q さんが気にしてたここら辺の枝もですね。はいはい。まあとりあえず残したということですよね。まあ幹の姿を見せながらもこれが残ったんで、いいかなっていうところですね。はい。でさっき気にしてた挿し枝とその上の太い枝ですね。ですから挿し枝やっぱり下げてここに隙間を開けながらやっぱり一番出てなきゃいけないんで、はい、その上のやつは畳み込んだということと、課題のこの上から見た時ですね、あのパカンとてっぺんハゲになってたと思うんですけど、ね、すいません。私も最近薄いんで気になったんですけど、はい、この辺が埋まったと思うんですね。埋まりました。で一応それとなく、棚っぽくは作ってますけども、まあ商品の場合はこうギュッと詰めて、はい、枝数も増やしてるんで、増やしてるというか、そんなに無理抜いてないんで、棚っぽくは作ってるんだけど少し重なりながら、そうですね、一応こういう、こうブロックがなんとなく見えると思うんですね、この辺のブロックとか、という感じでこんもりこんもり作ってみたと、はい、はい、いうところですね。まあちょっと大人になったって感じですよね。どういうことですか。ちょっとどういうことですか。大人になったっていう。大人になった。大人の木になったっていう感じですかね。はい。そうですね。まあ頭も上の方で一旦ちょっとこっちに帰ってこう、こっち流れなんですけどね。はい、はい。一旦ちょっとこっちに帰ってからこうなってるんで、でこれだと足元のね曲がりも生かして幹見せながらもっていう風になったかなという感じですね。いつもの感覚で言うと、うん、葉っぱ多いなって思っちゃいますね。多いですね。ね、もう完全に棚がポン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 って見せる、はい、あの盆栽を作り方するんですけど、まあ、商品を盆栽の場合はこのぐらいのあのこんもりしてていいし、もっと言うとだからここなんかも幹見せてますけど、はい、さっき抜いちゃったここら辺の枝をね、うんうん、残すときはこう埋まったんですけど、まあ私はこういう作りが好きなんで
商品盆栽でありながらも少しこう幹を見せて大きく見せるっていうね。なるほど、はい、展示会で違うなんだ即売会で買ってきた木を作ってみたと、はい、はい、いうことですね。まあ、いつもとちょっと違う作り方を。そうですね、商品盆栽の作り方にしましたということですね。したと、はい、うん、まあ、商品盆栽でも多分なんか何種類かあるそうな気もしますけど、うん、そうですね、多分いわゆる枝を生かすというか、そうですね、こんもりその、こんもりそうですね、作るっていう作り方ですね。そうですね、はい、でこの大きさを維持して古くしていくと。そうですね、で端が詰まってくればまたこのそういう隙間がもっと見えてくると思うんですよね。そうですね、はい、この今の状態が完成というより、うん、多分端を詰まって、うん、もうちょっとですね、今骨格を作ったから、はい、そうですね、もうちょっとここから洗練されるイメージですよね。そうですね、はい、多分そこまで縮まる症だと思うんでね。そうですよね、はい、そこまでちょっと皆さん想像力を働かせてもらえると。はい、はい、ね、最後はちょっとこれがこういう 奥のところもラジオペンチをね、おお、また変わっちゃった、はい、ラジオペンチを、ラジオペンチを新兵器購入しました、その買った理由は次回の動画で分かると思います。はい、はい、やってみたいと思います。こんなやつ、こんなやつを今日作ってみたんですけど、今日畳んだ。あ、そうなんですか。もうちょっと形はできてたんですけど、これは例のやつ、ええ、所沢さんの言うところですね、うん、これはまた、はい、置いといてっていうことですね。はい、でそれの元になるのがこういうやつこういうやつ、そうですね、あ、こういうやつですね、畳んでみた、はい、どうですか、ヒロさん、僕のいいじゃないですか、いい楽しみですよね、楽しみですよね、将来どうなるかって、ね、そうで、これは割れても、下の枝が生きてるから、こう言われたところも、はい、万が一枯れてもいいし、はい、枯れなければこれがまた端になるんですよね、こういう割れが、うん、シャリ、そこからシャリ作っていけばそうこれいいですよ、この厳しい巻きが、はい、それもこれでやったんですね。そうですこれとこれですね、これです、はい、これはもう必需品に必需品です、ね、なりそうで、僕も今アマゾンのカゴの中に入ってます。入ってますね、はい、はい、これどっちもバネ付きですよね。こっちもバネ付きいてますね。本当だ。なぜか気がつかなかった。道具の紹介じゃないですね。はい、はい。じゃあ今日はこんなところで。はい。はい、ありがとうございます。平らじゃないですか。はい、もうちょっと目に張りをつけ。金輪ですね。うん。正面ここ？あ、そうですね。手直し。いいですね。いやいや。はい。していただいて。端がいいね。そうですね、端と足元が良かったんで、うん、やっぱりここを少し前見せすぎたんですね、うん、そうだね、いいじゃないですか。ちょこっとね、はいはいはい、ほんのわずかな違いが大きな違いにね、はい、移りますからね、はい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 、いいですよ、はい、3倍になります。そんなのなんない、ね、ここ違う、分かります、ここ、はいはい、だから見せすぎたんですね、ここはね、うーん、だから商品だから取っちゃうよ、あ、ね、大きく見せるからって言ったけど変わりました。ここ変わった、これこれがこっちにやって、これがこっちにあって、はい、ずっと上までなかったんですよ、うん、で今会長が言われたのは、一つはここがぴったんこになってたから、これを少し頭を起こした、うん、でここに凹凸を作ったってことですね、うん、まあ、棚っていう見方もあるけど、この平らに対してこう逆に起こして、まあ、大きさはねちょっとそのあれですけど、なるけどこう起こしてこうぺったんこじゃない、ここ、ね、ここをガッドンと頭をちゃんと作ったっていうことと、うん、やっぱここを隠したっていうところ、これは良くなりました、勉強、これで、あ、ここの、うん、こっちにあった、もっとこっちにあったんです、はいはいはい、それをこっちにあえて持ってきて、だからやっぱ商品の作りに近づいたってことです。いや、勉強になりましたね、さすが、良くなりましたね、3倍になりましたまたこれが最終形に変わりましたんで、はい、ありがとうございました